士がオールを動かし、船に乗った画家一行は湖心の奥へと向かう。しばらくして見えてきたのは、森の守護者たちが話していた楽園。それは不思議なことに、キャンディーとスイーツで作られた島だった。Thank you.
私の色に染めてあげる。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ここ、見たことのない。
新しいアイディアが。見て、私たちの色、ここに残ってるよ。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。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 
お前たちちょっと困ってるみたいだね。万能な旅商人が助けてあげようか。ちょっとした代金をいただくけど。Thank you.
ここ見たことない。開けるよ。
ろいろ。ナイトさん。新しいアイディアが、見て、私たちの色、ここに残ってるよ。認める時じゃない。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ここ、見たことない。
の具ちゃんと受け取ってね。やりたい。認めるわ。満足かしら。Thank you.
新しいアイディアが。あなたの色、綺麗。うん、好き。色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。